このすば。のー、なまら血が出とる。カズマが、カズマがまた死んでしまいました。落ち着いて。カズマくんの、カズマくんの首を探しましょう。冬将軍に跳ねられて、あちらの方向に飛ばされていったのではないか。ちょっと、あんまり遅くなったら蘇生も間に合わないわよ。みんな、急ぎましょう。あの、会えることを期待してたって。いや、その、パーティーのメンバーと違って、エリス様に会えることは稀だから、時々会いたいなと思ってたっていうか。え？照れてる。かわいい！これこそが真のヒロインの反応だ！エリス様に会えるなら死ぬのも悪くありませんね。それはいけませんよ。死んだら簡単に蘇生できないんですからね。ちょっとカズマ、聞こえる？蘇生の準備ができたわよ。アクア先輩がいるから蘇生できるだけで、普通は無理なんですよ。はい、心得てます。あんた大丈夫なの？無事？無事って、死んじゃってるんだから大丈夫でも無事でもないに決まってるだろう。もう何度目かのことだし、そろそろ慣れなさいよ。私たちもいい加減驚かなくなってきたわ。なんて言い草だ。待てよ、生き返っても借金ばっかだし、いっそこのまま別の世界に転生しても。ほら、今回もリザレクションかけてあげたから、エリスに門を開けてもらってさっさと帰ってきなさい。そのことなんだけどさ、今度こそ俺はそっちの世界には戻らないぞ。え？だってさ、借金もかさんで辛いことばっかだし、獣人の村の野菜売って一気に借金返済って考えてたけど、そっちの世界に戻らなけりゃ返済も必要なくなるわけだろ。何言ってるの？カズマがいなくなったら誰が借金の返済をするのよ。私たちだけで返せるわけがないんだからね。ちょっとそこのバッド女神、さっさと門を開けてクズマをこっちの世界に返してちょうだい。バッドじゃありませんから。カズマさんも落ち着いてないでどうにかしてください。エリス様、あの奴の言葉は無視して、義理の姉と妹がいる裕福な家庭の嫡男として俺を転生。水の女神の名にかけて、アクシズ教に伝わる邪教粉砕の呪文でエリスを従わせてもいいのよ。エリスの胸はパッ。やー、すみません、アクア先輩、すぐにカズマさんをお返ししますから。部長、まあ、このことは内緒ですよ。パッドのことですか？なんだ、さっきまで雪原の真っ只中にいたはずなのに、妙に頭が温かい。それに、ふかふかで。気がついた。はっ！これは、膝枕！気分はどう？とっても柔らかいです。この男、生き返った途端に欲望全開ですね。いつまでそうしてるつもり？早く立ち上がりなさいよ。エイミーが困ってるわよ。ミーアちゃんが冬将軍を呼んだせいでもありますし、本当にごめんなさい。カズマ大丈夫か？雪星がなまらうまそうだったから。水臭いこと言うなよ二人とも。俺たちはもう仲間じゃないか。ぬっ、蘇ったとはいえ、まだ完治には程遠いみたいだ。体が痛むぜ。カズマくん、大丈夫？ああ、もう少し横になった方がいいかもな。ということで膝枕を。アークプリーストのアクアがリザレクションをかけたんだ。体の痛みはないはずだぞ。
バレてやがる。カズマ、もうちょっとでうちの村だからけっぱれ。村に着いたら村長を紹介するわね。この芝、ここが獣人の村か。思ったより小さいんだな。ここからうまく立ち回って、まずは野菜の確保だ。カズマ、村長連れてきた。この方が先ほどお話ししたカズマくんです。ミーヤちゃんに食べ物を分けてもらったり、親切にしていただいたんですよ。エイミーとミーアが世話になったの。それでわしに頼みたいこととは何じゃ。はじめまして、アクセルの町で冒険者をしている佐藤一馬です。実はミーアとエイミーにこの村で採れた野菜を食べさせてもらったのですが、あまりの美味しさに感動しました。そして思ったんです、この感動をもっと多くの人々に伝えたいと。それはそれは、お褒めにいただき光栄です。なので今回はお願いがあってきました。獣人の皆さんが作る野菜を俺に一括で買い付けさせてもらえませんか。獣人の皆さんは野菜を売るのが苦手だそうなので、そのお手伝いをさせてほしいんです。野菜が高値で売れれば村も助かりますよね。なるほど、確かに村は潤うわね。それに私たちも自らの足で売り歩く必要もなくなるし。ミーア知ってる、一石二鳥ってやつだ。その通りです。なので早速。確かに素晴らしい提案じゃ。しかし今はちーとばかし難しいかもしれん。え、どうして。簡単な話じゃよ。ウローにも今は野菜たちがうまく育っておらん。野菜たちが、そんな。見ないうちにこんな。あっちにはジャガイモ、こっちにはアスパラガス、大根なんてほぼ全滅だな。冬でもないのに雪性が大量発生しての、例年より寒さが厳しく作物が育たないんじゃ。だからってこんなのないよ。セロリが死んじゃった。ん？それトウモロコシじゃなくてセロリなのか。いえ、トウモロコシなんだけど、ミーアちゃんはこの子にセロリって名前をつけて可愛がってたの。ややこしい。生き残ったのはここにいるわずかな野菜たちのみ。わしらが食うだけで精一杯で、売る分はとてもとても。みんな元気がなくてかわいそうね。死んだ野菜たちは早めに食べてやろう。それがせめてもの供養じゃ。元気だったり供養したり、この世界の野菜は本当にどうなってるんだ。だが要は寒さのせいで作物が育たないって問題さえ解決すれば。よし、この俺が寒さの中でも野菜を育てられるようにしてみせましょう。本当？でもこれは私たちの問題。カズマ君にそこまでお世話になるわけには。いいっていいって。その代わりうまくいったらさっきの話を前向きに考えてほしいんだ。卸売の話か。そりゃもちろん構わんが、一体どうやって解決を。まあこのカズマさんに任せとけって。このスマ、
助かったぜバニル。わざわざアクセルから来てもらって悪かったな。人間の分際で悪魔を顎で使うとは片腹痛いが、まあ我が輩としては取引さえ成立すれば不服はない。何を言い出すかと思えば笑わせてくれるじゃないの、このインチキ仮面。何かといえばすぐに噛みついてきよって、この狂犬女神が。営業妨害で訴えるぞ。この女神の私に盾つく気、見過ごすわけにはいかないわ。今すぐそのゴキブリ以下の体を浄化して。お前がいると取引にならん、ちょっと黙ってろ。カズマがぶった、本当に大丈夫なのですか。ビニールハウスとやらの設置のためにこの悪魔にお金を借りたりして。メグミンの言う通りだ。これ以上借金がかすめばどうなることか。大丈夫だって。ほら見てみろよ、このビニールハウスの効果を。野菜たちはすくすくと育ってるじゃないか。ほらみんな、水の時間だぞ。もう寒くないから土から出ていらっしゃい。大根アソースパラパラ。アソパラパラ。本当に人懐っこいアスパラガスだな。凍え死にそうになっていたのにこんなに元気に。本当にビニールハウスのおかげね。まあ俺が想像してる野菜の育ち方とは違うけど、本当にすくすく育ってよかったな。今年は野菜が育たないと思っていたのに、カズマ殿には感謝してもしきれませんの。お礼には及びません。その代わりと言ってはなんですが、あの話を。もちろんじゃ。わしらが食べる分を除いたすべての野菜をカズマ殿に優先的におろすと約束しよう。おお！よかったじゃないかカズマ。借金返済の光明が見えたな。野菜を買いたいなんてカズマは変わってる。ミーヤは野菜より外のご飯の方が食いたいのに。甘いなミーヤ。たくさん野菜を売ってこの村が潤えば、今度はその金で外から美味しい食い物を買い付けられるぞ。そしたら肉だろうとステーキだろうとハンバーグだろうと何でも食べられるようになる。本当に肉まんも食える？もちろんだ。金があれば美味しいものも食べ放題だ。世の中金さえあれば。カズマ、純真なミーヤに世の中の汚さを教えるのはやめてください。このスーバ。ふーむ、ビニールハウスは順調だし、収穫量を増やすためにももっと増設する必要があるな。いいのか、予算も随分かかると思うが。俺の目算だとあの野菜は仕入れ値の10倍の値をつけても売れるはず。貴族どもならもっと出すかもしれん。ビニールハウスを量産して大量に野菜を買い付けて、一気に借金完済するためには多少のリスクは承知の上だ。その心意気合いよし。ではビニールハウスの追加生産についてこの契約書にサインを。はいはい、佐藤和馬と。これで新たな契約が結ばれた。引き続きよろしく頼むぞ、未来の成金小僧。そして野菜を販売するならポンコツ店主の店を使うといい。かんこ鳥が鳴く店だからな、喜んで場所を提供するだろう。ウィズの店か、確かに路上で売るよりいいかもな。よし、野菜が収穫できたらウィズの店で販売しよう。このスマ。ああ、なんと麗しい姿でしょうか。素晴らしいですよ、チャーリー。喜んでいただけて光栄の至り。気に入ってもらえるグッズを身を粉にして探した甲斐があったというものですよ。写真からも伝わってくるこの肉感、私はもう
生足に頬ずりしたい衝動を止めることができません。私はあの踊り子が欲しい。ああ、ダニエル様、なんと欲深いお方。眺めるだけでは飽き足らず手に入れたいとは。私は同じセリフを二度吐くつもりはありません。分かっていますね、チャーリー。はっ、このチャーリーにお任せあれ。優秀な部下を持って私は幸せですよ。待っててくださいね、アクセルハーツ。ダニエル様、リアはダニエル様のものですが、シエロは俺の嫁ということを忘れずに。